裏の鍛冶屋ライブです。今日は人参しりしりを作っていきたいと思います。紹介するのは蜂の巣ジュジュという調理機器です。三条で作られているものです。するときは角度ね、このぐらいの角度で吸っていく。美味しいふわふわした人参が擦れるらしいので、ちょっとやっていきますね。今日はちょっと別のフライパンでそのまま調理してみて他のスライサーと比べると短めのふわっとした質感のしりしりができるので、人参が苦手なお子さんでもとっても美味しく食べることができると思います。人参の他にもごぼうや大根、きゅうりもおすすめです。硬いけど、うん、切れてる感じは確かにすごいふわふわしてるね。こんな感じ、結構ふわふわ。なんかこれだったら確かに嫌いな子でも食べれそうなふわふわ感だよね、うん、でもすごい簡単。確かに、なんだろう、自分でこの量を千切りしてくって多分大変だけど、うん、このくらいで、もうちょっと油入れた方が良かったかな。いや、あとでツナの油が出るから。え、結構絞ったよね。む、若干残してあります。む、む、むこのしりしりのさ、これに吸い込まれてもさ、すぐ寝なくなる。いいか、ちょっと炒めて。こんぐらい炒めればいいかな。こんなでいいかな。まず次に、塩コショウ。今回はクロセのスパイスを使ってみたいと思います。クロセのスパイス使います。はい、適量でいいですかね。はい、適量で。スパイスを加えたら人参が黄色になるまで炒めてください。黄色に色づき始めたら麺つゆを加えます。はい、風で飛んでたヒューってふわふわって照明されて。麺つゆね。麺つゆです。麺つゆは大さじ1杯ぐらいです。大さじ1杯ぐらいね。はい、はい、目分量でいきますね。はい、はい、大さじ1、はい、で次にツナを入れて加えます。炒めますね。はい、じゃあツナ入れていきますね。はい、でよく混ぜます。はい、今サメが持ってきてらっしゃる。ああ、持ってきてる。傾いてね、大丈夫だこれ家でも作れるね。私作ってみようと思って。美味しいよね。あ、食べたことある？人参しりしり食べるよ。本当に、お弁当のおかずになると。いいよね。いいね。で、よく混ぜ合わさったら、はい、ツナを入れていきます。ツナ入れました。あ、そう、卵でした。すいません、人参とツナがよく混ざったら、いい、ね、卵を入れます。はい、でしょう。卵ですよ。あーいいよー。はい、卵入れます。卵よく溶いてください。はい、中に入れる感じ。はい、ごめんなさい。真ん中に寄せて出来上がれば何でも美味しい。そういうこと。はい、卵に火が通るまで炒めます。はい、しりしり料理完成でございますね。いや、すごい簡単でいいわ。いいね。うん、沖縄の家庭料理。あ、そうなんだね。あ、だからじゃあシンプル的なあれなんだね。うん、